毎度皆さんこんにちは、翼です。はい、ということで本日なんですけども、現在時刻がですね、夜のですよ、23時半、11時半やで。夜中にお前どこおんねんと。現在ですね、こちら、メガドンキホーテの前にいるんですが、ということで、僕の YouTube 企画で大人気のですね、今雷光りましたね、ドンキ企画なんですけども、メガドンキホーテ神戸学園豊島店でございます。ということでですね、現在僕、11時半なんですけど、神戸までやってきました。関西近郊はですね、今日日中なんですけども、もう嵐のように雨が降ってたんですが、やっと止んでね、ちょっと地面とかビチョビチョになってるんですけども、今日は久しぶりにドンキ企画やっていこうと思いまして、わざわざですよ、僕100キロ片道かけてここまで来ましたよ、神戸学園豊島店。まあ一人でね、こう夜中のね、ドンキ企画、昔はよくやってたんですけど、久しぶりということで、まあそれ以外にもね、ちょっと今気分いいことがあって、じゃじゃんじゃ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 ーん、ということでですね、こちら前回ね、アトモスで衝動買いしたこちら、ニューバランスの2002ネイビーですね、こちら、新作で発売したやつ今日履いてるんですけども、早速これがね、えげつないぐらい履きやすいんすよ。8月の頭にね、ニューバランス東京の方で990の V6 メイドイン USA のね、定価3万6000ぐらいするやつなんですけど、それね買ったんですけど、それよりもね100倍この2002の方が履きやすいですね。ちなみにこの一足はですね、定価19,800円なんですけど、8月にね、私ニューバランス初デビューしたわけなんですけども、高いものがいいというわけではないんですね。こう自分の足に合う合わないってあるんですね。まあ、ちょっとナイキはね、定価も高いし、まあ、何かと履きづらいところってあるじゃないですか。まあ、履き心地という意味ではなくて、下ろしづらいみたいな、まあ、そんなこんなで今までね、ずっとナイキを履いてきたね、僕にとっては、僕自身のそのスニーカーライフもですね、少しずつ変わり始めてきて、気分もええし、ほんで久しぶりのね、ドンキホーテということで気分上がっております。2023年8月の27日日曜日、フレッシュキャップとエールジャパンのコラボによる初のポップアップストアを開催いたします。当日はリミテッドアイテムを会場にてご用意しております。詳細は概要欄からインスタグラムをチェック。僕のね、 YouTuber としての人生の中で一番記憶に残ってる企画って、やっぱりこのね、夜中のドンキホーテ企画なんですよね。一人で前ここにね、ガラスケースあってね、この中にコルテッツとかナイキのレブロンやったかな、コービーやったかな、なんかいろいろ置いてたんですけど、なくなってますね。ということで、あんまりスニーカーいいのあんま入ってないっすね。絶賛ドハマり中のニューバランス ML574 7,990円、ナイキはエアマックスモーション2っていうやつが置いてますね、8,900円。担当者超絶おすすめらしいっすよ。こちら4,900円のなんかナイキのランニングシューズも置いてますね。なんなんでしょう、めっちゃ軽いわこれ。あとはアディダスオリジナルじゃないんですけども、スタンスミスっすね。まあもうほぼ10年ぐらい前の話ですけど、スタンスミスがね、またこう盛り上がった時ですね、もう全然買えなかったんですけど、今やったらもうアウトレットでもドンキでも買えちゃうんですね。こちらスーパースター、価格はですね7,990円。これは何なんやろ、アディダス ADI、 ちょっと何か分かんないですね。はい、こちら面白いのありますね、プレストミッドですね。まあ在庫限りということみたいなんですが、こちらね、最終処分セールということで税込み7,359円ということで、ちょっと値段下がってますね。こんなんも面白いですよね、ミッドのプレスト。あんまりもう見ないですもんね今。こちら下の方にもですね、なんかいろいろ隠れておりますが、こちらニューバランスありますね。これ俺が2002買った時の箱と一緒ですけども、こちら、何なんでしょうかこのモデル。 ML574 なんか500番台っていうやつなんですかね。7,900円、こちらはいいモデルなんでしょうか。ニューバランス詳しい方ぜひ教えてください。こちら、ベナッシではないんですけども、なんかナイキの、サンダルも置いてますね。3,290円ですね。もう最近はね、着用してる人を見かけなくなりましたけど、ビーフィーのロングスリーブ、そしてショートスリーブもあるのかな。上が長袖ってなってますね。1枚しか入ってないのかな。で下が、2枚セットの半袖バージョンですね。税込み4,169円になってますけど、これビーフィーってめっちゃ値段上がってません？昔2000円ちょっとで買えたんちゃうかなっていう覚えがあるんですけど、こんな高かったでしたっけ？これロンティーですか？ロンティーの2枚組ってことなんかな。衝撃吸収構造で頑張った足をケア、運動後はもちろん自宅の中でもしっかりサポートしてくれる、宙を歩いてるような軽快さ、足を痛る快適サンダル、素足で履きたいトングタイプ。もうこんなこのプニプニ感もウーフォスそっくりっすもんね。はい、こちら、キャップコーナーございますね。
前回来た時多分なかったんちゃうかな。まあこういったねニューエラのポップなんかもついておりますが、こちらアトランタブレーブスのオーセンスね、これ、値段さっき見たんですけども、5,489円ですね、税込み。直営店で売ってる今のオーセンの定価が6300円かな、そんなんやったと思うんで、直営店より安いっすねこれオーセン。で裏のホログラムがですね CL 品番なんで、これ新しいタイプのオーセンなんで、これめちゃくちゃ安いっす。そしてドジャースのオーセンで、カスタムのドジャースも置いてますね、こちら。これも全部同じ値段。ちょっと皆さんこれ非常に珍しいものを見つけました。950のこれストレッチスナップ、まあ日本でもあるこれシルエット、まあタイプなんですけども、このストレッチスナップのタグがですね、これ後ろね USPAT ナンバー66258182って書いてて、こんなやつ初めて見ましたね。このストレッチスナップ自体は日本で3年ぐらい前から取り扱いのあるシルエットなんですけど、初めて見ましたねこういう US ナンバーとか書いてるやつ。これも一応5500円ぐらいですね。あとは47のつば裏ピンクのキャップがあったりとかっていうような感じで、まあそんなに種類はないけども、ちょっと珍しいストレッチスナップありましたね。てかストレッチスナップ US であるんですね。 USPAT って書いてるだけで、それが US のプロダクトなのかはちょっとわからないんですけど、まあおそらく US のものになると思いますが、あんな初めて見ましたね。レイバーの中でも1位2位の人気を誇るモデルで書いてますけど、これウェイファーラーじゃなかったでしたっけ。すいません、ちょっと間違ってたら申し訳ないですけど、ウェイファーってすいません、一丁前に偉そうなこと言ってますけど、ちょっと僕も全然詳しくないんで、間違ってたらすいません。ちょっとあのウェイファーラーの間違ったらちょっと面白いですね。でこのドンペンちゃんめっちゃ可愛いやんこれ。はい、ということでこちら、香水コーナーなんですけど、ちょっとね通りかかってびっくりしたんですが、ブルガリの香水とかむちゃくちゃ値段上がってますね。これ 50ml で8900円でしょ、 100ml で12000円って、多分昔 100ml で1万円切るぐらいの値段やったと思うんですけどね、むちゃくちゃ値段上がってますよこれ。この辺とかも、この 100ml とかも昔6000円ぐらいやったんちゃうんかな。昔って言っても 7,8 年前ですよ。めちゃめちゃ香水、あ、値段上がってる。あの一部香水のプレミア価格について、一部の香水は配給が安定せず入手が困難なために希少価値の高い商品となっておりますやって、輸入代理店希望小売価格よりも販売価格を上回る商品がございますのでご注意くださいって書いてますけども、やっぱりそうっすよね、むちゃくちゃ値段上がってますね。これ完全にあのシャウティングチキンのあのうわーってなるやつ、あの鳥のそれのぬいぐるみっすよね、チキンビッグぬいぐるみ。あのね昔なんですけど、このシャウティングチキンっておもちゃあるじゃないですか、あのお腹押したらうわーって鳥になるやつ、もう本当に年々作りがもうむちゃくちゃ雑になってきてて、10年ぐらい前の話なんですけど、作りむちゃくちゃ良かったんですよ。であの皆さん知ってる方知ってると思うんですけど、パーカッションの方でね、千葉さんっていう、もともと昔 T スクエアにいた方なんですけど、ザスクエアにいた方なんですけど、その方このシャウティングチキン使ってパーカッシブな演奏とかやってて、本当に楽器で使われるぐらい、あのシャウティングチキンってもう楽器として認められてたものなんですけど、こんなぬいぐるみとかもあって出てで、本家のあのギャーってなるあの鳥の作りはむちゃくちゃ雑になってるっていうね。はい、これさっき言ってたね、あのシャウティングチキンですね。と言おうとしてたんですけどね昔は、まあ、ドンキホーテでは、ね、ゲームソートなんか持ってるんですけど、今のアラサー世代これ絶対買わないといけないですよ。11月の17日スーパーマリオ RPG、 あのスーファミですねの時のスーパーマリオ RPG の復刻版が出ると。ほんでドンキホーテではメーカー小売希望価格5980円の13パー引き5180円で売るみたいなんで、ゲームもドンキホーテで買えちゃうということでね、僕はこれ絶対買いますよ。とうとうドンキホーテにもポケモンカードのなんかガチャガチャ置いてますよ。すごいっすねポケモンカード、マジで1回500円らしいです。モンスターボールっぽいっすね、あの赤白のやつが。やば、見てください、これ一番くじとか置いてますよ。もうブックオフやん、ここだけ見たら。ドンキホーテ、お、進撃の巨人や、こんなんあったんや一番くじ。あ、でもご好評により完売いたしましたやって、めっちゃかっこええやん、この A 賞エレン・イエーガーの巨人フィギュア、めっちゃかっこええやん。普段そんなにアニメ見ないんですけど、進撃の巨人と東京リベンジャーズ、もうこの2つだけは超好きで、アニメはずっと見てますね、あのネットフリックスとかで。はい、ということで神戸学園豊島店のねメガドンキホーテさん遊びに来たんですけども、まあ賞味あんまり取れ高なかったですね。キャップ安かったんですけど、そんなにまあ種類もないし、まあ、コロちゃん前ぐらいに仕入れたものが売れ残ってるのかなっていう、まあ、あの値段で賞味今仕入れて販売することってちょっとできないんで、まあ、おそらくまあ昔から残ってるやつがあの値段のまんまで出てるっていうようなモデルと、あとはですね、まあ、スニーカーに関してはまあプレストのミット、まあ、それぐらいしかなかったんで、まあ、次の店舗に来たいっていうところなんですが、ちょっと一番びっくりしたのがあの香水の価格高騰ですね。まあ、イタリア系のブランドとかもね、まあ、コロちゃん以降ね、まあ、原材料の高騰だったりとか、あとはまあ輸入関係の問題とかで、まあ、イタリア系のブランド全部値段上がってるじゃないですか。まあ、ブルガリの香水なんかね、もう倍ぐらい多分上がってると思うんで、多分あれ結構衝撃でしたね。
あんなに香水とかも値上がってんねやと思うとね、まあ、動画でもね何回か紹介しましたが、僕普段香水はですねアバクロの香水ずっと使ってるんですけども、昔はねブルガリの黒のやつを使ってたんですけど、まあ、当時使ってたやつはまあここの店舗には置いてなかったんですけども、まあ、どのモデルも大体同じぐらいの値段だったんですが、まあ、それ倍ぐらいになってたんで、でまあちょっと全然関係ない話なんですけど、さっきスーパーマリオ RPG の話したじゃないですか。僕あれ11月にスイッチ買おうと思ってるんですよ、ソフトね。ほんでこれ撮影してる当日に発表されたんですが、2024年の1月の26やったかなに鉄拳8がプレステ5かなんかで出るらしいんですよ。で僕、まあ、動画で何回かご紹介多分させてもらったと思うんですけど、僕小さい頃はですねもうザ・ゲーマーだったんですよね。もうずっとゲームやってるようなクソガキで、プレステはクラッシュと鉄拳なんですよ、格闘。任天堂はスーパーマリオ、ペーパーマリオだったりとか、まあ、そんなんとかいっぱいやってたんですけど、僕ね生まれて初めてやったゲームって鉄拳なんですよ。鉄拳1を初めてやったんですけど、でその時からずっとねキャラクターはローを使ってたんですけど、でまあね鉄拳8がですね、まあ、プレステ5で出るっていうことで、大体ね今まで鉄拳シリーズってアーケードで先に出てから2、3年後ぐらいに家庭用ゲーム機で出るんですけども、今回多分アーケードと一緒に出るのかな。プレステ5もそのタイミングでねちょっと買おうかなーなんて思ってて、最近結構ゲーム熱いっすよね。まあ、アラサー世代はね、結構刺さるね、ゲームソフトなんかが最近ね、いろいろ出てるんで、まあ、7話じゃね、10感じなんですけど、まあ、そんな感じで、次のね、ドンキホーテね、店舗向かっていきたいなと思います、ということで。はい、ということで、30分かけて移動してきましたが、こちら、メガドンキホーテ、今回2店目ですね、神戸本店でございます。明るいんですけども、現在の時刻ね、夜中の1時半ということで、半分シャッター閉まってるんですが、一応ね、朝の5時まで、やってるみたいです。なんで半分閉まってるんでしょうか？なんか防犯の問題なのかな？こちらの神戸本店さんはですね、結構スニーカーにですね力を当時、入れておりまして、結構ねいろんなナイキの、スニーカーがですね激安特価で出てたりとかしてたんですけども、まあ1年ぶりぐらいに来てですね、まあどうなってるのかちょっとわからないんですが、早速ね、店内の中見ていきたいなと思います。そして、こちらのですね、ニューバランスの2000に履いておりますが、絶好調ですね、バッチリです。店内の入り口横にですね、もう早速トレカ横丁って言ってね、すごいですね。あ、こちらも置いてますね。いかにどれだけポケモンカードがね今勢いに乗ってるのかっていうのが分かりますね。すごいですね。ということで、神戸本店さんなんですけど、1階とね2階フロアに分かれておりまして、2階フロアがねブランドコーナーになっておりますので、もうそこね上がっていきたいなと思います。プレミアムカプセルすごいですね。1回5000ですよ。スニーカーじゃなくてこういったハイブランドとかが入ってますけど、これ時計出てきたら笑うけどな。かなり弾減ってますね、はい。まあ、いわゆるこれが大当たりだと思うんですけど、ハズレ何入ってるんですかね。これ1回5000ですからね。もうキーホルダーだけとかやったらもうちょっとさすがにちょっとしんどいっすよね。チャレンジ回数1回の幸運、ガチャ当選速報 S 賞当選、どういうことなんでしょう。当たりやすいってことなんですかね。1人1回しかできないってことなのかな。いろいろ A 賞とか C 賞とかあるみたいですけど、それは何なんですかね。何が入ってるんでしょうか。はい、ということで窓なりにスニーカーコーナーあったんですけども、だいぶなんか縮小されてんのかな。あんまりなんか前来た時よりだいぶ、あ、あったあったあった、プレミアムスニーカーコーナー。うわー、前よりだいぶ減ってんな。前なんかモア店とかあったんですけど、レブロンでダンクハイかな。あとはなんかこれ何や、97エアマックスズームなんとか、あとはベイパーとかっすね。あとはオフホワイトのサンダル、神戸本店限定プレミアムスニーカー、だいぶ縮小されてますね。あとはこちら ML574 というニューバランス、これさっきの、店舗にもあったんじゃんかな、学園豊島店さんにも。あとはなんかフィラのスニーカーがあったりとか、もうナイキはだいぶ減ってますね。まあ、ちょっとしたこういうサンダルですね。サンダルが置いてるだけで、まあちょっと以前に比べてだいぶね収穫は少ないかなといったような感じですね。はい、ということでキャップコーナー来たんですけど、ニューエラもだいぶ減ってますね。昔はオーセンとかもあったんですけど、950950のつば裏グレーのスナップバック、そして、さっき学園豊島店さんにもね、あったこちらですね、ストレッチスナップの、US なんとか、こちら950ストレッチスナップの USPAT ナンバーっていう、なんか初めて見た、まあ、これ一応ジャパン企画でもあるんですけど、これは、まあ、US っぽいですね。まあ、もしかしたらフィリピンとか、ニューエラベトナムのブッキングアイテムでリリースされてるのかもしれないんですけども、一応裏タグにはワンサイズフィット、USPAT って書いてるんで、なんか US のプロダクトなのかちょっとわからないんですけど、はい、こちらがなんかまあドンキさんよく流れてますね。はい、ということで、本日の動画皆さん、いかがだったでしょうか。まあ、前回ね、神戸近郊のドンキホーテを回らせてもらった時に良かった店舗2店舗をですねピックアップして、まあ今回ご紹介ね久しぶりにさせてもらったんですけども、ぶっちゃけね、前回の時より寂しくなってるなっていう感じはね、というのもやっぱりこうスニーカーシーンもですね、業界全体がね大きくね
変わってきたなっていう印象がまあ僕もあって、まあ、僕自身もねなんかこんな感じで最近はニューバランス買ったりとか、こうスニーカーに対してのですね、まあ、向き合い方なんかもなんかこう新しいものを僕自身もね求めてるのかななんて最近思うことがよくあって、セール市場、二次市場もですね、まあ、どん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 変わってきて、まあ、ラインナップ自体もですね、まあ、妥当なのかなって、だってどうせ置いててもね、そもそも二次市場自体もちょっと一消費者の僕自身もですね、まあ、向き合い方みたいなものがねどんどん変わってきてるんで、まあ、致し方ない部分もあるのかなという感じもね、まあ、しましたが、お宝なんかも今までいろいろ見てきましたけど、シュプリームエアフォースワンだったりとか、昔のスパイジークが置いてあったりとか、最近のドン・キホーテの中では一番寂しかったなっていう、まあ、まだまだね、ニューエラとかに関しましては、まあ、関西、まあ、御堂筋店だったりとか関東近郊だともう横浜エリアのねドン・キホーテさんまだまだやっぱ強いですよね。もうこの辺りがもうぶっちぎってねドン・キホーテさん強いんじゃないのかなと、思いました。ということでね、そんな感じの今回ねドン・キホーテ旅だったんですけども、久しぶりにね僕はあの神戸の方に来たんですけど、めっちゃ綺麗なマンション多いですね。こっち側に立ってるね大きいマンションとかもね、やっぱり神戸のマンションってなんか大阪のマンションに比べて綺麗なマンションが非常にね多いような気がしたんですけど、なんかね神戸の街自体もですね、なんかまあ関東でいうところのまあ横浜みたいな感じですもんね、イメージ的には。ということでね、最後になるんですけども、今月8月の27日日曜日1日限定でですね、私のブランドエールジャパン、そしてフレッシュキャップとのコラボによるですね、ポップアップストア開催することが決定しております。はい、とまあそんな感じでですね、今ね私が着用しているこちらエルジャパンエクスクルージュパックスニーカーズコレクションボリューム1からですね5950通称サンダー、こちらがポップアップストアで先行販売、27日21時から公式オンラインショップでリリースさせていただきます。そしてですねこちらねキャップはもちろんなんですけども、今回フレッシュキャップとエルジャパンのコラボによるですねアパレルラインも超熱いです。はい、こちらエディ&ラッフェルの SSD です。バックプリントにエディとラッフェルのねイラスト、エルジャパン専属のですねイラストレーターさんに書き下ろしていただいたこちら、いつも通りですね、メイドイン USA のボディになっておりますので、めちゃめちゃシャリ感のあるね生地しっかりした、タイプになってるんですけど、僕今一応 M サイズですね着用しておりまして、左胸にはですねこちらフレッシュキャップエディ&ラッフェルのですねフェイスローがついた左胸にシンプルな、1枚になっておりまして、こちらね、ブラックとホワイトと2色展開になってるんですが、そしてこちらねエールジャパンとしてもですね初のナイロンショーツですね。こちらね今僕着用してるのはですねブラックですね、サイズ M サイズなんですけど、すいません遠くから見ると、こんな感じですね。ブラックと今回、ミントと2色展開になりますね。まあ、前回の動画でもちょろっとお話しさせていただいたんですけど、僕夏場暑い日はですねこのナイロンショーツ大好きで、旅行行くときとか出先ですね泊まりかけでどっか行くときはこれ1枚で行くんですよね。もう何せめちゃくちゃ軽いし、あとは、まあ、あんまり良くないんですけどホテルとかでボディーソープでもうナイロンショーツブワーッと洗っちゃうんですよ。例えば汚れたときとかね、デニムとかスウェットとかやと洗えないじゃないですか。ブワーッと手洗いしても次の日乾かないじゃないですか。まあ、今回のねこの AD&ラッフェルの、ナイロンショーツに関しましてはこれ速乾性にも優れてますんで、バーッとボディーソープで出先で例えば醤油こぼしたりとかなんかこぼした時にね、次のね旅行先とかで履く時にもですねこうバーッとボディーソープとかシャンプーで洗っていただいて、パッと部屋干ししていただくだけで15分ぐらいでこれ乾くね速乾性の高いナイロンショーツになってるんで、これ皆さんぜひね1枚ポップアップショップで、先行販売、そして27日21時からですね公式オンラインショップでの販売、ぜひともね、こちらの方もチェックしていただきたいなと思います。そしてこの2002ニューバランス超履きやすいっすわ。はい、ということで、今回の動画ねおもろかったんやけど思っていただいた方、ぜひともですねグッドボタンの方とチャンネル登録ねよろしくお願いします。あとね私のインスタグラム、こちらの方で YouTube で配信してないような内容だったりとか、あとはエールジャパンの先行販売限定販売にね、関する情報などですねこちらのインスタグラムで配信しておりますので、概要欄の下からですね URL 飛んでいただいて、ぜひともですね、フォローしていただければなと思っております。ということで8月の27日に開催される、ぜひね、ポップアップストアで皆さんお会いできればなと思います。ということで皆さんありがとうございました。